チーフ、誰も知らない凡人です。なんと今回はまさかの那覇とペイルライダーが来ていたから、そういった那覇とみたいなのは来ないだろうなと思っていたけど、まさかの大人気モビルスーツ連続ということで、皆さんのガチャもたぎっていることでしょうが、少しお待ちいただきたい。詳細を見る限り、なんとピクシーガンダムに修正が入っている。そしてジオンには我々アンガイがいる。ここで果たしてステルスというものはどこまでその性能をね、活かせるかというのをね、私は、まあ、まだ性能を見てないんでね、そのステルスがついているモビルスーツという手で話をしていただきたい。話をさせていただきたい。そういったステルス機能を果たして自分はどこまで活かせているのか、そこだけをきちんと確認していただきたい。本当に今回回すべきだろうか、このイフリート。かっこええやん。かっこええやんか。でもね、かっこよさは強さじゃないからね。うん。かっこよさに惹かれて、ガチャ引いてしまうようでは、モビルスーツ乗りとしては三流。戦場出たら5秒で爆死。ではその辺ところね、ちゃんと理解した上で、このね、対イフリートの戦い方を編み出しましょうよ。イフリートを手に入れるんではなくて、これから手に入れた人を相手にするための対策を練る。自分がイフリートだかと思っていなくてもいいじゃないか。だがよ、俺っちちゃんよ、今回はよ、運がうなぎのボリングリングリング。それはもう、前回神ガチャの帝王、もう完全に、何人かには藁人形を撃たれたせいで、今日も朝から具合がなんか悪いような気がしている、凡人様よ。ナハトちゃんもいただいちゃおうかな。というわけで今回もね、お願いしますよ。今回はもう、優しい、穏やかな、心持ちでお待ちしております。3回目です。やっぱりずーっと下ってたから、上り坂ってあるんですよ。上り坂っていうのはやっぱ上り始めると止まらないものでして、まあ山なんかもそうですよね。上り始めると、帰りたくなくなっちゃう。上るまでは、大変なんですけど、上り始めると、な?ヒートホークさん。ちょっと待って。登り始めると止まらなくなるものなんです。ミディアちゃんが止まらなくなる必要はないんです。いや、那覇とは来よ。あ、ツイッターにはあげたんだけどね。だってね、聞いて、ツイッターにはあげたんだけど、戦闘後のコンテナで私リックゲルも来ちゃいましたから、もうねもうこれ否定できないんだよな。運がいいというのはね。だから今回も出ると思う。はい、こっから前回ペイル来たからね。こっから前回ペイル来たから、つまりこれでゲッチ。まあ、部分的にね、違うな、これな、部分でもないな。普通のイフリート回のグレーねえとか。まあ。さあ、どんどん行ってみましょう。ちょっと、ちょっと待って、今喋っててさ、本当に安寧の心を持って回してたんだけど、今何回目?さあ、どんどん行ってみましょう。え?いやー、那覇とは来よー。ジムコマンド2回はいらんでしょうか。さあ、どんどん行ってみましょう。俺10秒おきにタイムリープしてる?なんかさっきから一切見栄えが変わらない。ちょっと待ってくれや。ちょっと待ってや。え?ちょっと待ってや。サク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 今ボタン押してコメント。よーし!これで?ドン!まずいな。うえーい!やばいね、ちょっとね。まあでも、まあ、前回良すぎたし、リクゲルも入ってるから、まあこれ一回ぐらいは、
あるでしょうよ。これ一回ぐらいあるでしょうよ。だって。またのご利用をお待ちし、ベースキャンプ名物。一回ぐらいあるでしょうよ。挑戦ですね。まあ、20回、そんな、今みたいなガチャが来るってことないでしょ。上り坂なんだから。私、もう、こっからだって、先週から4週間ぐらいは、神ガチャ続くつもりでいたからね。そういうつもりでやってないからね。よし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 、まだ終わってない。まだ終わってない。はい、金じゃない。あーはー、お前ここで来てたらねえだろ。言わな、長田来ていいだろ。いやー、待ってよ、長田はくれや。あ、なんだったらペイル返しますんで。ちょっとか、長田くれや、ペイル返すからよ。な、ちょっと使っちゃったけど、ちょっと使っちゃったけどさ、梱包し直して返すからよ。待ってよ。いやー、だってかさ、今回のちょっと待って、何の傷跡も何の爪痕も残さないよこれ。俺の心に傷跡を残しているだけだよ。マジ？だってさっき10回かぶって今13回目だけど、ビームサーベルだけだぞ今。おっとガチがファットアンクルでも、ファットアンクルからも出る、ファットアンクルも出るよ、頼むよ、やめて。いやー、強化された90ミリサブマシンガンレベル2だー。違うんだよ、ちょっと待ってくれよピクシーちゃんよ。お前の出るわけじゃねえんだ、お前の時代は終わったんだ。もう長田の時代なんだこれからは。え、アッガイとかよ、そういうのもいいんだ、そういう時代は終わったんだよ。これから全員長田に乗る、長田オペレーションが始まるんだよ。ちょっとマジか、やめてくれや、おい続いてくれや、たったの一周で終わらんでくれや。俺の頼むよ。いや、てかさ、終わり方にしたってそんな終わり方あるかい、そんな終わり方ありますか。おー、来た、ポップアップ、ステップアップ、よっこー、お前見たら。ちょっと、そんな終わり方があるか。20回やってビームサーベル1本なんていう、そんな終わり方があってたまりますか。やめてくださいよ、ちゃんとここでまた続いてるという証拠を見せてだ。あかんな、これあかん香りがします。なんで前回に来ちゃったの、今回に来てくれや。なんで前回運良くなっちゃったのよ、前回じゃないじゃん、今回でしょ。もうなんで長田と2回連続でやんの。もっと俺の下り坂が終わって、上り坂がもうピーク、この上ないって時に、そういう時にもう長田とかさ、ガッシャとかそういう、いやはそういうの来てくださいよ、なんでこのタイミングなのよ。ほら無理だよ、前回あんだけ出したら。ほら、マジだ、マジだ、それではマジだ。ねえねえ、ちょっとオーナーハット開国してくださいよ、お開国してくださいよ、お願いしますよ。なんでジオンの生きたよ、銀だよ、こっからステップ、もう前の顔も見飽きたんだよ。それでは抽選開始です。ちょっと待ってくださいよ、なんで長鳩とかさ、そういう時にさ落ちるの。ズゴックイーもそうだったけどさ、あーこれもう、あーもうでもな、星さんじゃないけど、まあ、ピックアップ来てっから、いい音かい、いい、あーはー、持ってなかったんだ、やった、でも違うな、それでは抽選開始です。いやー、最後にめでたしめでたしさせてください。規定ポイントへの物資投下を
音違う、音違う、音違うよ、音違う、よし、きたー、勝ったぞ。これは今回はなんで銀色なんですか。あ、でもいいよ、銀でも出るから、銀でも出るから。おー、まあ、絶対許さねえ、スナイパー。お前もバトペ2が半年もやってるっていうのに、未だにお前はガウに乗ってるのか。お前はもうガウから降りてくださいよ。ガウに乗ってるモビルスーツじゃないんですよね。お前残り3回の貴重な状態でお前ガウ出して、お前ジブスナイパーか。嘘ちゃん、もう絶対無理ちゃん。それでは抽選開始です。絶対無理じゃん、そんなの。だってそこでお前乗ったらダメじゃん、ガウに。指定ポイントへの物資投下お願いします。ほら、物資投下開始。ぜっ、わあ、もう絶対無理だこれ。自分コマ何回見せるんですか。あー、これ21回目だ。いやそれでは、あ、前回も奮発したからお金ないよ。頼む、来い。指定ポイントへの、あー、音が雨でやらんと。いやーダメだ、ほらダメだ、もうダメだ。あー、こっから奇跡の、奇跡の子、あー、うるわ。奇跡なんかねえよ。約束だよ。おお、なんだってこれ、だってめっちゃかっこいいじゃないですか。ね、だってさ、手裏剣投げも、手裏剣投げも下角これ毛先切りやで。兜割りしてるけど、カウンターも違うしさ、ちょっとそれないっすよそれ。誰か連邦儀さ上げるから誰か交換してくんない？行くか。行くしかあるまい。だって来週はまた連邦かもしれない。そして星さんは、星には確かに地獄なんですよ。ピックアップ自体がまず来ないですし、でも星さんは逃しちまうとズゴックイみたいなことになりかねない。数ヶ月出なかったならば、ここでやるが男よ、頼むぜ姉ちゃん。抽選配給に挑戦ですね。はあ、はあ、行くぞ。それでは抽選開始です。大丈夫だ、俺はやれる、俺やれるよ。指定ポイントへの物資投下をお願いします。大丈夫、もう20回外した。物資投下、大丈夫。このガチャが終わった後、私は意気揚々と、なんだっけあれ、演習場に出て、さあどんどん行ってみましょう。演習場に出て、すごいぜ、かっこいいぜとやっている。さあどんどん行ってみましょう。あ、あ、ちょっと。まあ今回はね、単発狙いだから。すごい、なんか早いね、早いね、ミリアちゃんボタン押すたびに早いね、君早いね。だからね、右下にねボックスがファーンって出るんですよ。ファーンって出ないね。もうなんかすごい、俺のプレイステーションもしかしてプロですかってぐらい今早いね。適当にしないで、バンナムさんとお姉ちゃん、適当にしないで。
あ、なに、10連追加するの？いいけど。じゃあさっさと回してね、みたいな。どうせお前は出ないんだから、みたいな。やめてもらいます？なんか妙にヌルヌルしてるんですよ。ヌルヌルしてるんです。動きが。何の処理もしてませんっていう。ちょっと待ってや。ちょっと待って。おい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 。おい、前回の分全部なくなるぞ、これ、お前。あ、右下に、もう流れだ。来たそうよ、私のこのジンクスは当たりんぐ、そうさ。これみんな信じた方がいい。これみんな信じた方がいい。これでゲット違うんだよななんでお前出てくる、なんでお前出てくんの、嘘だろ、嘘だ、嘘だろ、もう来ないよこれ、もうダメだ、負けた、俺敗北者じゃけ敗北者だって星さんの抽選に敗れ、あー、お疲れ様でした。